有楽町ポップアップからのはしごで東京駅に行ってきて今帰ってきました。はい、じゃあ開けていきますね。じゃあ一つ一つ見せていきます。まずはですね、これ何かっていうと、じゃじゃん、前からねちょっと欲しいと思ってたですね、アクションペンですね。これね買うタイミングずっと逃してて、これ手がカチカチなるやつ可愛いんですよね、可愛いんですよね。ボールペンです。はい、これ900円ぐらいです。でもう一つ300円ぐらいのやつ、あのドラミちゃんですって言われても違和感がないんですよね。なんだっけ、飛行機乗りです。あの本当にねドラミちゃんにしか見えないんだよね。あ、なんか目のインクがちょっと薄れてる。マジか、ちゃんと見たつもりだったのにな、やらかした。僕持ってなかったんですよね、飛行機乗り。てかこれ元々出てたかな、最近新発売されたやつなのかな。はい、全然気がつきませんでした。とりあえず今回買ってきました、まだ持ってなかったので。っていうのと、これ最近発売されたミッフィースタイルのスポークですね。7月くらいの動画に出したミッフィースタイルの東京駅の動画ですね。これでもちらって映してたかとは思います。このフォークとスプーンとタンブラーの3つをこの柄のシリーズでお見せしたと思うんですよね。確かね、あれです、東京駅限定の駅長さんミッフィー、あれが買えなかった日ですねあのグッズね、いいなって思ってたんですよ、ずっと。スプーンとタンブラーはもう売り切れてたんですよね。いや悲しい、この絵結構好きだったのに。うん、特にタンブラー買っておけばよかったなってちょっと今後悔してますね。はい、まあそんな感じなんですけども、フォークだけ残ってたので今回フォークを買ってきました。これでね値段はね770円だからね、まあ安い方かなって感じちゃいます。ディックブルーのテーブルと比べちゃうとね、やっぱ安く感じちゃいますよね。ディックブルーのテーブルあれだもん、1600いくらだったかな、一つだけで、フォークとかスプーンだけで。だからちょっと高すぎるから、それと比べてしまうとこれもリーズナブルな価格に見えちゃうよねはい、まあそんな感じですね。で一番今回金額がでかいやつ、サーモス。まあそうですね、これもね最近ちょっと欲しくなってきたやつでした。これも多分ねあれです、その駅長さんミッフィーの動画の時にもお見せしてるはずです。はい、こちらです。ウサギの柄が書いてあるサーモスの柄ですね。実は 350mm なんですよ。結構小さいサイズなんですよ。でこれしか売ってなくて、ウサギのサイズは 500mm のサイズが本当欲しかったんですけど、で製造もまあ停止してるとってところで、まあ、今回はね、まあ、350mm でもいっかって思って買ってきちゃいました。まあ、この方がね持ち運び便利だし、なんか逆に大きいと持ち運ぶのがめんどくさくなっちゃったりとかもするから、まあ、結果的に 350mm でもいいのかなって。たまにねやっぱ水筒欲しくなる時があるんですよね。これ4000円しました。結構高いですね。でなんですけど、今回合計金額全部合わせて6100円ぐらいだったんですけど、まあ、5500円超えたのでノベルティがついてきました。じゃじゃん、こちらです。あの前回の動画でもちらっとお話はしたんですけれども、有楽町ポップアップですねと連動したキャンペーンやっていまして、ミニカップ、ミニグラスって言えばいいのかな、のピンクバージョンです。ちょっとあの有楽町でもらった黒のバージョンも持ってきますね。じゃじゃん、はい、こんな感じです。2セットになります。これ可愛いよね。前回もお話ししたんですけど、小さいからインテリアとしてもいいなって僕は感じていて、うん、今回はね絶対何が何でもこれは買おうって思って、うん、まあ、買おうというかもらってこようとも思って行ってきたんですよね。なので本当に今回この2つもらえてよかったなって今感じていますっていう感じですね。まあ合計15000円とか結構お金使っちゃったんで、まあ、痛い出費ではありつつもですね、それ以上になんかいろいろと得るものがあったというか、まあ、満足度もすごいですし、買ってよかったなって、行ってよかったなって今すごく思ってます。あとね、これ早く使いたいこれすごく今使いたい、うん、350ミリやっぱり結果的には小さいから持ち運びいいし、まあ、少ないけどきっといっぱい使いそうな気がするんで、小さい方が、うん、早速もう気に入り始めました。いいね、よしよしっていう感じですね。ではでは、あとは飾るにしても何を飾ればいいんだはい、ドラミちゃんはこの辺かな、ソフビだから。ドラミ
ちゃんてかドラミちゃんなんて言ったら本当にドラミちゃんになっちゃいそうだからやめよう。飛行機乗りどこに置こうか。なんかねどこにも属さないんだよね。一人で独立させる。こんな感じで置いちゃう。一人寂しく。いずれねきっと仲間ができるだろうから。それまで待ちましょう。あとはボールペンか。ボールペンはねちょっと何にしようか迷ってたんですけど、前回か前々回、前回全然前世みたいな言い方になっちゃった。なんだっけ、ブルナイ本店で買ったグラスですね。このグラス結構ね底が長くてペン入れやすそうだったんで、こういう飾り方でもいいかなってちょっと思い始めてます。はい。でこれをねテレビのこの辺りに飾っちゃおっかなって思っております。無理やり合わないかな、さすがに。ちなみにこれもミッフィーのペンなんだよね、以前に買った。ちょっと邪魔になってるか、上に打ちこの辺とか。ありだね。ごちゃごちゃ感は出てきたけど、多分ねそろそろね本当にね整理整頓を考えなくちゃいけない時期に来てるんでしょうね、はい。まあとりあえず今回はこれで終わりにするか。じゃあまあそんな感じで今回は動画終わろうかなって思います。残りのね、まあ、これはねどこかまた飾り場所見つけたら飾ろうかなって思ってるので保留で、でこれに関してはまあ多分日常的に使うと思うので、はい、台所にしまっておきます。でこれもねいずれ多分日常的に使うものだと思うので、はい、いずれ使ってるところを見せてきたらなと思っております。じゃあ今回はこれで終わりにしようかな。ご視聴ありがとうございました。またねー。